山口洋典は、浄土宗の僧侶、上町台地から町を考える、会事務局長、政策学者。立命館大学共通教育推進機構、准教授を経て、2020年から同機構教授。静岡県磐田市生まれ。立命館大学理工学部卒業後、財団法人大学コンソーシアム京都に勤務。インターンシップ事業等に従事する。2004年に研究主幹に着任。立命館大学在学中に、阪神・淡路大震災を経験。震災のボランティア活動を通じて、NPO の活動に関わり始める。大学院在学中に、特定非営利活動法人京都 NPO センターの設立に参加。2002年10月には、米国国務省によるインターナショナルビジタープログラムのマルチリージョナルプロジェクトに参加するなど、業務と社会活動の両面で NPO 分野の教育、人材育成に取り組む。2002年より大阪大学大学院人間科学、研究科ボランティア人間科学、講座博士後期課程にて、コミュニティシンクタンクの展開におけるグループダイナミックスを研究。2004年12月博士論文、ネットワーク型まちづくりのグループダイナミックスを提出。2005年3月、大阪大学にて、博士の学位を取得。2004年4月には、上町台地から町を考える会の事務局長に着任。2006年4月に、秋田光彦に壊れ、日本で一番若者が集まるお寺として、有名な大阪、天王寺にある浄土、宗航天院の主幹に就任。気づき、学び、遊びをコンセプトとした地域ネットワーク型寺院として、呼吸する、お寺としての劇場空間にて展開される、各事業の統括責任者として、地域に開かれた寺院の実践に取り組む。2006年10月には、同志社大学大学院総合政策科学研究科、助教授、立命館大学准教授を経て、2020年より、同大学教授。研究者学術情報データベース。research-db.ritsumei.ac.jp。2021年5月25日閲覧。ありがとうございます。